休日を捧げようトゥモローズ佐藤裕二です。はい、今日はギター弾き比べをします。そして今日の弾き比べはですね、ギブソン J45 チェリーサンバーストの色のラージピックガードの2011年製ですね。このギブソン J45 と、はい、こちらにいらっしゃるのはこれですね、加藤純也さん所有のギブソン、はい、J200 です。ギブソン J45 とギブソン J200 ね、これボディの形が全然違いますね。はい、でこっちの方がやっぱね、この胴の部分が大きいですね。トップ面、このね表の面がスプルースの単板、そして横後ろがですね、マホガニという木を使っております。単板ですね、単板と合板の差についてはまた別の動画もやってますんで、そっちの方を見ていただくとして、さあこれです J200 ね。このピックガードもなんか、これ何ですか、これお花がね、タンポポではないとは思いますが、タンポポっぽいお花、これねちゃんと調べとけっていう話なんですが、トップ面はスプルース単板、そしてサイドとバックはメイプルの単板ということで、独特の僕の感じと硬くて、キリッとした音のイメージですね。ギブソン J200 といえばですね、ギターキッズが、ね、欲しくても全く手も足も出ないという高級ギターです。もう年を経れば減るほど値段が上がっていくというね、本当にすごいギターなんですが、このギターもですね、加藤純也オリジナル仕様になってまして、まあここ LR バグズのね、あの昔の方のやつですね。はい、ピックアップがついていますね。まあこのぐらいのことはよく皆さんするんですが、これですよ、これ見えるかな、これこの箱何かというと、このピックアップを鳴らすための電池がね、あの電池交換が面倒くさいということだけのためにここにつけたという恐ろしい改造をしてるんですが、はい、ということで今日は、こっちの J45 と加藤純也さん所有の J200 弾き比べをちょっとしようと思います。まずは J45 いきます。はい、そして J200 ですね。はい、ということで、この後はいつも通り編集してサクサクとつないでいきますので、
ということで、J45 と J200 の比べをしてみました。はい、どうですか。結構ね、最後のソロのとこは時間かかりましたね。なんかね、やっぱね、指板が、これ言い訳でただね、指板の長さ、ここナットの長さね、そうですね、ここの長さがね、全然違うんですよ。違うんですよ。もう、触ってみて。薄いからね。全然違うね。だから大きいギターはまた、音が大きいし、太いネックは、低い音がドンと出る。でもね、このナット幅は、長さは長いです。J45 に比べたら、本当かなり大きめですが、一番長いんですが、この奥行き、幅は、この幅、つまんだところの幅ね、これはそんなに変わらないですね。ないですね。さっきのエルボーすごく太かった。太いんですよね。やっぱそこら辺も音に影響するし、これって音っていうよりも、こうプレイヤーの手の大きさとかね。そうですね。握力とかもありますもんね。そういうので結構好みは分かれますね。細いネックが好きな、日本人の割とね、外国、アメリカ、ヨーロッパの人に比べれば少し体が小さめの人が多いと思うんで、ちょっとネックもね、細め、薄めが好きな人が多いかもしれませんが、この辺は慣れですよね。女性アーティストでこの J200 を弾いてるアーティストはほとんどいないですね。あんまり見ないですね。やっぱその分、ね、力もいるし、やっぱ手の大きさもいるしっていうのはあるんですよね。そこはあるかもしれないですね。ただ、あんまり細いと、ね、細かいことをやるとき、やっぱ大きい方がいいっていう人は、やっぱいるのはいい。細かいことやらないですね。やらない、全くやらない。全くびっくりするぐらいやらない。やらないですね。ジャカジャカやってるだけです。もうこの辺のフレットいらないもん、ね。いらないよ。全部抜いていい鉄を。J200 は手に入れたの、座って手に入れた。これはね、当時オリジナルラブの田島拓夫さんが、コマーシャルで福岡サンパレス公演の、お知らせがあったんですよ。その時にこれをガーンと抱えてて、いいなと思って、かっこいいなと思って買おうと思って楽器屋さん行ったらめちゃくちゃ高い。高い。ほんで、黒猫大和の早朝の仕分けのアルバイトをして買ったんですよ。で、田島隆夫さんに後にインタビューする時にその話をしたら、あれすぐ売っちゃったんだよねって言われて、でこれね、結構もう大切に使ってはいるんですが、五代子の浅野高美さんとコラボレーションイベントがあるときに、これを背中に抱えてバイクでビューって行ってたら、子供飛び出し、でそれ避けようと思ったら、バン倒れて、結構ぐちゃぐちゃになったんですよ、実は。この、ペグって言ってネジがうにゃって曲がったり、実はね、ここね、割れてんの、バキバキに。本当だ、こういう勲章がついちゃってる。あ、本当だ。割れてるけど、これ表面だけなの。そうなの。表面の塗装が少し剥げているという状態ですね。これになっちゃったから、勲章思い出ギターになったんだよね。なるほど、年数経つと、ちょっとずつね、薄いひびが入っていくんですよ、切って。そこから音が漏れて、さらに音が大きくなるって言われてるんですけど、これはね、人工的に折られた。人工的に。このバキバキとね。はい、ということで、私の J45 と、そして高田純也の J200、はい、引き比べてみました。はい、また引き比べしたいと思ってますので、また見てね。じゃあね。